よいしょ。こんばんは。ボサボサだ髪が。こんばんは。ギリギリ。ミヤリンさん、雪ありがとうございます。ヤスルパンさん、理化学研究所さん、ありがとうございます。44分の音、予約に驚きました。タクシーが全然捕まらなくて、まあ間に合わんかと思った。ギリギリセーフ。40分に着いた家、マジでおらんくて、そうご飯に行ったんですけど、終わったかと思った。だから漫画喫茶借りようかなとか思ったけど、喋れる感じの漫画喫茶じゃなかったらダメやと思って。あるじゃん、なんか喋れんやつと喋るやつ、喋れるやつ。汗ご飯に行ってたんですよ。こんばんは。マサさん、かわいいギフトありがとうございます。串がないな。愛子姉さんと中華料理を食べて、ケーキを食べた。アイメイク綺麗。公園用なので確かに濃いね。ヤマトさん、雪ありがとうございます。どっちか食べて、ケーキ食べてた。ミキヤくん、雪ありがとうございます。ドンちゃん、雪ありがとうございます。そう、今日は三つ編み、メイクさんに決めてもらった。串がないよ。帽子かぶってたから前髪が潰れた。公演ありがとうございました。2公演来てくれたファンの方も、配信を見てくれた方もありがとうございました。ももちゃんとのエピソードトーク、そう、ももちゃんも覚えてた、ちゃんと。よかった、話した後に。忘れられてたらどうしようと思ったけど、小さいお風呂だったの覚えてるって聞いたら、覚えてるよって言ってた。どこだったんだろう、高知かな、何だったんだろう。そう、なんかあるじゃん、壺みたいなお風呂あるじゃん、一人用の、わかる？壺みたいな一人用の温泉だったの。一人用で入る用の温泉で、温泉って書いてたから広いのやつかと思ったら一人用だったんですよ。そうで、一人用のサウナに二人で入りました。懐かしい、懐かしいですね。そう、でもアンナも温泉が好きで、四国麺温泉好きなんよね多分。めっちゃ温泉、もうホテルに温泉がついてるかどうかまず見る。温泉があるよ、温泉がある。四国のホテルは温泉ありがち。うどんさん、メリークリスマスありがとうございます。メリークリー、メリークリスマス。
そう、四国麺温泉が好き。嫌いなメンバーいない？でもたまにさ、いや部屋の入るっていう人もいるじゃん。そういるんだよ。裸 NG ですですとか、なっちゃんとかあんま入ってくれないよ。四国麺はめっちゃ入ってくる。みきやくん、ゆき、ありがとうございます。ユニバで着てたアウターどこのか教えてほしい。何着ていったっけ。モコモコのやつ、あれナイスクラップです。モコモコのやつかな、アウター。タクシー全然走ってなかったし、まあこの時間、土曜日のこの時間だからマジでみんな取り合い取り合いみたいな。そうで、あってしたら目のなんかあって、はい、取られたりとか、一歩遅いみたいなのがめっちゃ続いた。あれは多分 松山のナイスクラップで買った。寒くて急遽買ったやつ。そうとりあえずこれでいいやみたいな。だから別に特に、これも急遽買ったドンキのあれ、これが一番暖かいよね。ちょうどいい、愛用してる。街に出た時に寒くて急遽ドンキで買ったパーカー、あったかくて、レッスンにはこれ着てってる。ドンキ、これが一番あったかいです。ちょっと待って、充電したい。できてるね。毛抜けないんですよ。そう、つかないんですよ毛が。安い、でも3000円ぐらい安いんかな、普通2900円ぐらい、3000円ぐらいか普通かも。でも急遽だったからもうどれでもよくて、寒くて帰れないから何でもと思って。うどむさん、スノードームありがとうございます。ギフトも、ギフトも、今日も来てくれてありがとうございました。どうでしたか、見えました。今日は君は何を後悔するのかをちゃんとしたの、初めて。そう、え、ドンキ意外と安いなかったんですよ。もう2000円ぐらいのがいいなと思ったんですけど、とりあえずもう着て、普段着ないからとりあえずその場しのぎのパーカーが欲しくて、でもなくて、だから一番安くて3000円ぐらいした。でも猫なんですこれ。帽子はドンキじゃない。うどむさん、スノードームありがとうございます。猫なんです。マジあったかくて、そう3000円でも安い方。猫、猫パーカー。のみさん、ギフトありがとうございます。猫パーカー、レッスン着の時はこれ、でもおしゃれ着の時はこれ着ないよ絶対。あ、モコウさん、あれもあったかそう。確かに、でもちょっと重たいかも。これはレッスン用に、これこんばんは。クリコン当たらなかったら今年最後の公演、今日が、え、嘘、15も無理か。後半もありそうだけどね。後半、そう、これ普段着、おしゃれするときはこれ着ない。これはレッスンとかT シャツの上に着るのに最適。パンパンパパン。足の長さに感動しました。ありがとうございます。足
私の足を見てくれたのね。そう、大きな犬のフード。あ、これユニバ行ったんですよ最近。見えんね。見上げて、はい、左上げて、はい、スヌーピーです。ユニバ誰と行ったでしょう。私は誰とユニバ行ったでしょう。誰かな。アンナ、正解。アンナと行きました。そう、アンナと行ったんですよ。誰だろうな。お元気って、うん、全然変わってないよまだ。だって言ってさ、先月じゃん辞めたの。何も変わってないですよ。何も変わってない。普通になんかお仕事で2週間とか会わないメンバーもいるから、そんな感覚ね。そう、次はまた春ぐらいに行こうねって約束しました。春夏秋冬行けたらいいなって。春夏秋冬、雪にか行動力あるなって思いました。だって約束してたからね、行こうっていうには。なかなか仕事のタイミングが悪くて行けてなくて、ないまま卒業したんで、アンナが行ってきました。29日とかに行きましたよ。1日だけ休みがあったので、次の日は朝からレッスンみたいな隙間に。宮島はどうだろうね。そう、髪染めてないですね。でももともと茶色やけんさ、あんな。そう、もう茶色。いろんな話。それ、まあ、何してるのとか聞いたけど、こっちは変わってないけんさ別に。もともとね、アンナは茶色だから、染めね、そんな変わらなそう。染めても染めなくても。そう、ドゥームズデーやりながらやりましたよ、待ち時間に。アトラクションの待ち時間。でもアンナも知ってるからさ、リハ期間中からドゥームズデー始まってたから、あ、まだやってるんだみたいな知ってるので。リハ中からやってたから、アンナもいたじゃん、ユミリンさんの卒業公演のリハ中からやってたから。そう、ドゥームズで、あ、まだやってたのみたいな。そう思ったらさ、めっちゃ長いね、ドゥームズでアンナもいてリハからやってるって思ったらすんごい長い。アンナもいたし、ユミリンさんもいたし、リハからやってるんだって思ったらめっちゃ長いわ。リハ期間からやってた。ねえ。
パシェ、パシェさん、今日は愛子とご飯に行きました。愛子敵、敵同士ライバル、愛子ネート行きました。こんばんは。珍しい。でもね、結構仲いいんですよ。そうそうそう、たまにご飯行くんです。で、今日誘ってみたら、私が誘ったんです。吉根さん、雪だるま、ありがとうございます。まあいいよってなったので、公演後に行ったの。イエイイエイ。このルーピーかわいいよね。もっと使わなきゃ。一回きりじゃ。ぬいぐるみにでもかぶせようかな。そう、中華ニラ玉とあのチャーハンとエビチリ、麻婆豆腐もいいよねって愛子が言い出して、でもちょっとうまくかわしました。じゃあチャーハンを半分にしよっかみたいな麻婆豆腐美味しそうとか言い出したから、麻婆豆腐半分するってなりそうだったので、チャーハン半分にしてなんかおかず2個頼もうよみたいな。そうで丸まった。そうそう、私の唯一。あ、でももう辛いって書いてたから、でも麻婆豆腐辛いって書いてるよって言ったの。そう、辛いのいけるみたいな、辛いって書いてるよって。そうなら辛いのいけないらしくて、そうセーフ。麻婆引きずってたから、辛いって書いてるよって、いけるのって言ったらダメだったけん、ダメだった。よし、誕生日も13位、大和さん12位、ルイさん11位、マスさん10位、ケンケンパーさん9位、ゴーエーさん8位、理科学研究所さん7位、ミヤリンさん6位、タクンさん5位、ムーランさん4位、ヤスベーさん3位、ヤスルパンさん2位、ミキヤくん1位、ウドムさん、ありがとうございました。そう、アイコ辛いのは苦手だったらしくて、麻婆豆腐回避。まあ食べれるっちゃ食べれるけどね、できる限りね。おやすみ、おやー、おやすみー。